お疲れちゃんです。スラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね1コス4枚シリーズスケルトンラッシュ編とね、いうことで、こちらのデッキでやっていこうかなと思います。さあ高回転スケラですね。まあ、スケラ打って気づけば4コス咲くだけでまたスケラが打てるとまあいう、そう考えればね、てかまあそう聞くと多分すごい強そうに思えるんですけど、はい、強いです。とりあえずやっていこうかなと思います。でこのね空の枠ですかね、なんかスケラの、まあ、縦ユニットがないとっていうのは結構こう、まあ、当たり前というかよくある話なんですけど、でまあスケルトンラッシュに、まあ、スケルトン部隊とかで防衛された時に、まあ、やっぱスペルがないと何もできないので、まあそういうところで雪玉を採用しましたね。まあファイブがポイズンとかでもよかったんですけど、なんか雪玉で十分かなという感じですね。タワーに遅延効果もかけれるんで、攻め雪玉、スペルの攻め雪玉って結構強いんですよね、本当に。はい、なのでというわけでハンターの枠なんですけど、すごい迷って、なんかマスケにするかベビドラにするかみたいな感じですごい迷ったんですけど、なんかまあ火力がないとゴリ押しがねきついかなってなったんですよね。うわ待って、ボンバ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 、えちょっと待って、あっち行けあっちそんなにこっち来るっていうぐらい来ちゃった。そうハンターってなんかね前段10発の弾をこうなんか拡散状っていうのがなんかいろんな方向にねこう散りばめて放つんですけど、こいつ全部の弾が当たればペッカと同等の火力が出るのかな、多分そんな感じだったと思うんですけど、本当に正しい絶対的な自信がないんですけどまあでもそんぐらい火力が出るユニットなので、まあこいつがいれば空にもね陸にも全てを止めれる、まあてか本当にゴレとかラバとかを止めるためようにこのハンターを持ってきてるまでありますね。まあでもライトニングとか打たれるとちょっとまた話はねまたちょっと話は変わっちゃうんですけど、でこのね謎に強いのがねこの LSP ですね。これやばくないですか。いやそうなんですね。いやーこれあれですね、これにボンバーきます。こんにちは、けっ一発だけならにゃーん、いらなかったっすね。じゃあこの謎の攻めいらなかったっすね僕今。でもここで相手は多分スケラーね、スケラーとか攻めたいと思うんですよ。ケツこれ、うわーやば、ちょっと待って、俺のこの端前ナイトスケラ読み逆サイケツベビ端前見る天才か。ちょっと待って待って、これはね止められるのはさすがにやばいマジで。まあでも僕はこれもう回転早いのが唯一の強みなんでね、本当に。だってこれで回転遅かったらただのあんま言えないけどゴミデッキですから僕としては OKOKOK。 とりあえずこの後はね高めでゴロを溶かしておくとなんかねいい感じですね、いい感じです。でこのハンター多分僕調子乗ったっすね今。でこれあれっすね、多分止めるの無理なんで防衛スケラで止めます。多分普通に止めれないっすね、普通は。普通の防衛すると止まんないんですけど、あーめっちゃいい。さあグッドゲームというところで、こう困ったら防衛スケラですね。まあ陸域はすごいいっぱいあるんですけど、今みたいな感じでボンバーもいてベビーもいてとかだと僕のね4体もいる優秀な1コス軍団誰も多分活躍できないので、まあ、今みたいな場面だったり、まあ、対戦相手がスパーキーデッキとかですかね、ゴブジェイプラススパーキー、そしてそこになんかこうメガゴとかなんかミニペッカとかいたらこう防衛スケラーねしてもいいかなと思います。でスケラデッキにこの LSP って結構良くなくてキングギドされちゃうんですよ。なんか LSP 本当にやろうと思えばめっちゃ簡単にキングギドできて、まあ、なのでこう注意することとしては端前 LSP だけはしないようにしてほしいですね。てかまあとりあえず適当に LSP を流すっていう行為をしてしまうと本当に一瞬でキングギドされてこのデッキで勝ち筋なくなっちゃうんで、ね、マジでキングギドだけは、はいっていう感じでね。さあ今回相手は巨スケの、これは雪打たなくてもいいかな、もうちょっとダメージ入りましたし、巨スケロケホウコウモリ、なんか嫌なデッキ来ましたね。まあでも
や、いい LSP ですね。いや、この LSP とね、ISP がね、結構防衛で頑張ってくれるんですね。いや、これ一発許容してからのキング起動した方がいいですね。よいしょ。あ、でかいですね。このキング起動が、まあ後半ね、間のディガーだったり、バルーンの一発入るかどうかみたいなのに関わってきますから。よしよしよし。で、あえて巨助ロケ砲コウモリだったんで、スケラ受けがそんな優秀ではないですね。これ、ケツ巨助とかと被んねえかな。ハンターと被った。全然違う。あー、これ、端前ダメされましたね。なので、ここで、早めに溶かしちゃおう。で、バルーンだったから、ここにユキを撃つのもどうかなって感じなんですけど、まあ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 、ハンタープラスの ISP、LSP あれば、多分、さすがに、事故らなければ止まると思うんですよね。ワンチャン来るかな。まあ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 。で、LSP は端前には出せないから、まあ積極的には防衛で使っていきたいですよね。で、まあ僕の強みは本当に回転が速いことなので、もう無限にね、攻めていきましょう。よいしょ。で、いや、これは撃たなくていいですね。無理する必要はないかな。いや、怖え、こういうのやばいっすよね。絶望ってやつっすか。何絶望してんだよって感じっすけど。あれ、雪撃っちゃおう。で、まあ僕の本当に強みがさっきも言ったんですけど、回転が速いことなので、よいしょ。で、しかも、雪玉もあると。いや、お前、空が雨だやんけって感じなんですけど、別に目立ったつもりもないですし、負けるときは負けます。さあ、これ、始め蓋されるんですけど、まあこの間に、ナイトスケでね、巨月を溶かして、攻め雪で、このタワーにね、遅延効果がかかるので、スケルトンですね。湧いたスケルトンの、処理されるのが遅くなって、よいしょ。スケルトンがめっちゃ入るってやつですね。さあ、とりあえず、あと54なので、48ですね、僕、雪玉は。なので、まあ、雪打って、スケが一発も殴んなかったらやばいですけど、さすがにね、まあ、殴りますよと、まあ、いうところで、いや、空系にはね、非常に優秀なんですね。もう1コスたちが輝いてる。どんな高回転デッキよりも、一番ね、輝いてますね。さあ、とりあえず、端前アイスピとかで、ちょっとね、攻めていきます。で、端前アイスピは、ダメですね。さあ、あれ相手これ、何も出してこねえな。寝てるとかあるかな。もう寝てたらめっちゃラッキーだけどな、これ。いやー、怖えー。とりあえず、まあ、ケツナイトから組んで、ボーラー、最近だと、なんか、ボーラーの、まあ、バルーンと、まあ、スケルトンラッシュのデッキがいますね。なので、とりあえずここスケル打っちゃって、まあ、ベビーがいんのかな、いますね。これ、やばいっすね、さては僕。フルカウンター食らっちゃうやつですね。で、今回相手は、スケラっぽい顔してますね、スケラ。うん。これ多分取り寝されそうだな。さあ、取り寝されそうだが、お、耐えてる。いや、待って、違う。俺の思ったのと違う。普通にハンターが耐えてる。ハンターが、いや、でかいな。残ったのはでけえが、結構食らいましたね。撃っちゃうかな。いや、ハンターにタゲ行く前に、スケが、うわぁ、湧かねえのかよ。湧いてくれよ。いや、この LSP、さてやったか。いや、大丈夫。もう一枚出せない。まあ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 。で、これあれっすね。逆サイにめっちゃ売りたいっすね。一生同サイ対決しても多分勝てないっすね。とりあえずタゲ取って、横からスケで、ちょこちょこちょこって、ちょっかい出したいっすね。うわ、やば。さすがにそのトルネは、辛い。さすがにそのトルネは辛いっす。痛え。まあまあまあ、スケラフリーズですね。バルキリーでしたもんね。さあ、とりあえずなので僕は、まあ、この400を守るよって見せかけて、守んないですね。てか、守れないんでね。はい。ユニット被るタイミングで行って、これで多分11にね、持っていけるんですよ、なんなら。なんなら11に持っていけると、僕としてはでかいですね。よしよしよし。で、しっかり対応してあげて、OKOKOK。あれ待って。俺の11になってない。なぜだ。俺の11プランが失敗してる。あれ
なんで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 。まあでも、ここでこっちをめっちゃ攻めといて、もう一回逆行きます。あ、待って、金起動した。やばいやばいやばい。金起動したら終わる。俺の、LSP が。ちょっと待って待って待って。あ、これ、やったらダメって言ってたやつやっちゃったかもっすね。これ、お、待って。あ、いや、金起動してなくてももしかしたら負けてたかもしれないですけどね。いやー、ちょっとね、これ、前半、もっともっとこう、両サイドに無限スケル打ってたら、勝てた説はね、ありましたね。よろしく。削れてなかったな。なんかで防衛されたんですね。相手の10コスの攻めと同時に攻めたのに、落ちてなかった。見てなかった。あー、痛い負けですね。まあでもなんか、普通に普通のデッキたちと、デッキたちっていうのもなんかおかしいですけど、普通のこう、なんだろう、有名なデッキとかにも全然ね、普通に戦えるんで、なんかもう、なんなら普通のデッキですよ、これは。1コスが4枚とか関係ないですからね。ただの普通のデッキ。さあ、とりあえず、今回相手は、ナイト、ベビードラ、なので、まあ、スケラーっぽいですけど、うん、スケラーっぽい、スケラーですね。もう間違いなくスケラーですね。いて、え、待って、脇がおかしいっすよ、これ。結構やばいっすよ、今。本当に疑惑レベルっすよ。あんな入り方するの、不運すぎるっすよ、マジで。わ、やば。だって今の、運が良ければ、もう2発ぐらいしか入らないパターンもあったっすよ。そういうパターンを退けて大量に入るパターンにちょっといっちゃったっすね。今回ナイトベビーアイシーズ遅延スケラっすね。普通の遅延スケラだな。さあ、スケラ対決どっちがねうまいのかっていうところをホワイトさんにね分からせたいと思います。まあ分からされる場合もあり。よいしょ。さあ、とりあえずぶち抜いてね。まあこれもさっきのと一緒なんですけど、あんま同サイド対決したくないですよね。なんかなんで逆サイドにめっちゃ振っていきたいですよね、僕としては。俺結構やってんじゃないですか。まあ棒プイされるだけなんですけど、うん、まあ、棒プイされるだけだけど、まあまあいつまで棒プイできるんだいって話なんですよね。よいしょ。まあ、ポイズン使いましたし、相手。よいしょ。よし、行くぞ。よし。いやー、これで攻め行きですね。いや、これが大事。いやだ、ババに。まあまあ、まあまあ入る。まあまあ入るな。まあまあ入る。まあまあしか入らんのもそれ。まあまあ入るとか言って、まあまあしか入ってないんですよ。いやー、これ勝ちたいけどな。勝てるか？頼むぞ、俺。さあ、スケラ打って、いや、被ってこい。いや、被ってきたら多分俺の方がね、勝てるんですよ。この1コスが多いんで。いや、マジである。あ、でも、棒ポイか。君は棒ポイがあんのか。まあ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 、かぶったら棒ポイ。いや、待って、今棒ポイしたよね君。ってことはこれが、まあ端前ないときますね。端前ないと溶かすんですけど、これ攻め行き打って、これでぶち込め。おれ、やべやべやべ、全然入らない。全然入らない。さあ、これもナイトと1コスぐらいでね。いや、ほどほどにね。いや、もうほどほどでいいよ。あとはもう運ゲーでしょ。あと運ゲーで、僕はその運ゲーで今負けそうになってんすね。よいしょ。さあ、もうスケラは打つ回数っすね、もうこんな。なん僕はもうあと今から無限に打ちます。無限に打ちます。オッケーオッケー。いや、結構入ってる。いや、結構入ってんな。いや、逆サイこれやべえぞ、そういえば。この。うん。いや、そっちちょっと誘いましたけどね、正直。あれ、ちょっと待って、やば。誘ったものの、あ、待って、相手逆サイも結構やばめ。これ単体スケラでも打っとけばいいですね。スケラって単体でも意外とダメージ入るんで。
よしよし、いや守れるぞ、いや守ったらワンチャンある、マジで。で単体打って、いやマジである、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 本当になる。でしかもこれなんなら感電でダメージ稼げる。よしよしよし、ちょっと稼いだ。もう一回打って、やば、待って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 、耐えろ耐えろ耐えろ、ボケボケボケ、耐えろ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 、耐えた、いや耐えた。あ待って、あと、あそっちで負けるか。あーこれーこれー勝ちたかったな。前半からもっと今回打ってもよかったかもですね。ひよったかもしれない、後半、後半でいく前半。もっともっとこの高回転だからこそのね、鬼も無限スキャラぐらいやってよかったかもしれないですね。はい、というわけでちょっとね、最後2戦負けちゃったな。これ多分全部勝てるんですよね。いやどれもね勝てそうではあるんですけど、そう結構ね、肌感良かったんでね、ぜひ使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。